ワンクッション佐藤です。今日はですね、城に向けて、また一つアイテムをゲットしました。こちらでございます。アマゾンでゲットしました。ということで、中身を早速開けていきましょう。さあ、ここですね。まあ、狩猟に向けて、これも必要だよということで、まあ、どうしようかなって悩んでた上で、買ってしまいました。これはですね、山をやっぱ歩きますんで、山道すごくいろいろ、まあ、滑ったりなんだかんだりで危ないということで、なんと、こちらでございます。あ、すごい、ちょっと嫌な音。よいしょ。よいしょ。朝霧のスパイクシューズということで、来ました来ました、林業のね、作業用のスパイクですね。スパイクシューズ。これね、朝霧というところがね、ちょっといいですよというようなお話をいただきまして、すごいですね。一応スパイクのピンがですね、110本スパイクのとこにあります。すごっ。110本入りすぎ。でもね、いろいろ出ないように、だから結局その山をやっぱ登るので、山でね、そのまんま高いところから、足を滑らせて、事故になるということもありますんで、気をつけないといけないというお話を聞いた上で、こちらでございます。ください。とね、足先がこうなってるやつですね。足袋になってるバージョンのを買いました。でなんか迷彩柄とかいろいろあったんですけど、ちょっとまああんま派手なのもあれかななんて思ったんで、朝霧さんの足袋のスパイクシューズ。うわ、見てください。こちらでございます。ザザンと。おぉ、硬い。あ、ほんと鉄だ。鉄でできてる。すごーい。すごーい。すごい。まあでも、思ったより軽いですね。思ったより軽い。どうでしょうか？で、これで私のサイズで、一応、23.5。足のサイズ 3.5 ですけども、一応24センチの、靴を買わせていただきました。これでいけば、あまり滑らなくていいよ、というようなことだったので、早速じゃあ、履いてみますか。どんなんでしょうね。すごい。こっちじゃなくていいな。うん、新しいゴムの匂い。あ、しっかりしろ。あ、ダメですね。普通の靴じゃダメだから、やっぱりちょっと、本指のね、早速履いてみたいと思います。ほほほ、ああでも、ああもうちょっと、小さくてよかったね。 3.5 で正解だ。ちょっと大きいな。こんだけ見るかな。こんだけ親指こうなんで、親指一本分開いちゃってんな。まあまあまあ、あんまぴったりすぎてもしんどいんかもしれないんでね。これは、これなんでね、すごく楽だと
お聞きしておりますが、3.5 で正解だったな。いや、 3.5 がなかった。24までだ。よくしょ、なるほどね。次は 3.5 のあるやつを探さないとき、僕ですね、普段普通の靴を見つけるときも、メンズのシューズのラインナップではなく、レディースのラインナップのあるところから探します。さあ、ということで、ちょっと、やっぱね、本当にぴったりなぐらいでいいですね、これはね。まあ、ちょっとあと歩いてみてどんなもんなのかっていうのも踏まえてね、面白い。一応これで、なんで24のね、24だ。やっぱこれよりちっちゃいのはなかったので、またもし次買う場合は 3.5 のあるちっちゃいって大変。大きい人は大きい人で大きい人で大変なんでしょうけどね。まあ、ということで、まあ、ちっちゃいのはちっちゃいので、またいいことももちろんありますけども、まあまあまあ、とりあえずね、私は狩猟に行くとき、山に登るときはこのスパイクシューズ、タビの朝霧というスパイクシューズを履いて山に登りたいと思います。うん、まあちょっとどんなもんだか結構ねすり減ってしまうみたいなので、まああと暖かさも踏まえて、ね、そんなにやっぱこれは暖かくないというので、まあ冬、真冬バージョンのもちょっとねまた探していきたいと思いますんで、それも乞うご期待ということでよろしくお願いします。まあ、今日はこれぐらいにいたしましょうかね。ということで、今回は僕はこんなスパイクシューズを買いました。どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。